孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答えろ。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。今回の件、自信がないわけじゃないが、どうも嫌な予感が頭から離れん。頼むから、おめえはヤバくなっても無理すんなよ。おめえが死んだらドラゴンボールもなくなっちまうんだから。ま、こんなもんかな。なんか嫌だな。さっさと片付けちゃうか。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。やっ、気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。どうだピッコロ、見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。やっ、他のみんな見つけられたんか。よっ、天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。やっ、どいつだ、どこにいる。
ビリン、そっちはどうだ？ダメだ、悟空。怪しいやつは見なかった。そうか。見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか？ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ。ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。
お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないな。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ戦う前に教えろ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。
火を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか？なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか？俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやは、あっ、あっ、うわっ、うわっ、うわっ、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか？俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。力が出るな。Thank you.
スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。ダリックホーたっしゃやはり何をしても無駄だ。やはりそんな程度だろうな。貴様ら痛みを感じないんだろう。やりきったな。ヤリックホどうした。貴様らガラクタ人形の計算が狂ったり。エネルギーはもらったぞ。ガリッコホーエネルギーはもらったぞ。しても無駄だ。スーパーベジータのビッグバンアタックだ。随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかってこいよ。
貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。俺も行く。僕も。分かった。だが戦おうとはするな。お前たちの手に負える相手ではない。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。気を感じることができるのは厄介だな。まだこの岩場から出た形跡はない。どこかに身を潜めているはずだ。ザコがいるようだな。せい。天津飯。いや、俺の目でもまだ探し出せん。よっせい。はっ、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 ゾウ。いたか、クリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。ほっせい。ザコがいるようだな。ベジータ、奴はどうした？あの野郎、思ったより素早い。よっせ。ほん。ゴハン、奴はいたか？ごめんなさい、この辺りでは見てません。そうか。もう逃げてしまったかもしれんな。
これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、するがいい。にでも預けてくれ。エネルギーはもらったぞ。ナイトロ、片付けてくれ。
助けてくれ。こんなことも。どうした？想定外か。どうにでも。エネルギーはもらったぞ。やはり計算の通りのようだな。俺を見くびるな。知れたものだ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？にゃー！母さん！だと俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか。お前あの時のわざわざ来てくれたのか。はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし奴は一体。ち、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。
だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲロの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど、ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんなやつより王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ、母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲロの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ。壊れちゃったのよ飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい、では気をつけて。よし、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。
ほう、手強そうな奴がいるな。油断ならんぞ。
すぐに片付けて。なんだった、魔漢考察を。17号と18号が動き出したとしたら、ベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう。油断ならず。
の方はさすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ、俺だって寒いの。不便だな、地球人は。いい運動にはなったか。ザコがいるようだな。魚ではないな。簡単だな。奇妙な形の岩だな。これは凄まじい木の塊だ。ほう、湖の中にあんな岩があるとはな。
やあ、よっせ。まだか。研究所がある場所というのは。もうすぐそこだ。あそこだ。ザコがいるようだな。せい。この近くだ。なんだ。海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった。あんなやつどうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空地に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。